はい、本日はですねこちらノースフェイスのジャケットを紹介していきたいなと思います。こちらの名前がですね、正式名称がマウンテンソフトシェルフーディーという名前になってるんですけども、こんなジャケットいっぱい持っとるやんけと、いつも同じようなジャケット紹介してるやんけというふうに思われると思うんですけども、実はまあこれもまた若干違うてですね、どんな感じが違うかというとですね、シャカシャカしないジャケット、こうジャケットというとこう着てたらこうシャカシャカしてたりね、こうガサガサするイメージがあると思うんですけど、比較的これはシャカシャカしないジャケットというふうに覚えてもらってもいいですし、あとこういうジャケット着てて思うのがね、動きにくい、シャカシャカ言うし動きづらいなっていうのはあると思うんですけど、これは動きやすいジャケットなんだと。だからシャカシャカジャケットでもいいけども、まあ、動きやすいジャケットでもどっちでもいいんですけど、そういうジャケットがねこのマウンテンソフトシェルフーディーということになっておりまして、以前視聴者の方からちょっとこのジャケットね紹介してくださいというふうにお声いただいてまして、あ、それならじゃあいつも通りポチろうじゃないかということでね、ポチらせていただきましたということになってます。これが15,000円の消費税ということで、16,500円ということでね、毎回ポチるたびにですね、僕の銀行口座は大丈夫なのかと心配はしてるんですけども、まあ、そんなこと言いながらね、まあ、これが僕の仕事なんだと言い聞かせてやっておりますということで、何の話かわからないんですけど、まあ一応今日の流れとしてはですね、まあ、ひとまずこれの特徴とか、まあ、外観をパーッと見ていってもらって、その次にこのジャケットの特徴、もうまずこれですわと、これがこのジャケットの特徴なんですわという話して、その次にはデメリットとか言いながら、普通の今までのジャケットとちょっと違う点がこれあるんですよねと、まあ、ソフトシェルって言ってちょっと軽めのジャケットやねんけども、あ、ソフトシェルやのにこの機能ないんやという話をしてみたりとかですね、でおすすめの人とは言いながら、これはこういう方におすすめだと思いますよ、そしてサイズ感というところで、これが L サイズで買ったんですけどね、まあ、それ見てもらっておしまいということで、最後は、最近始めた特典パートに行きたいなと思います。まあ、特典パートはね、僕が本音で正直これどうですわと、まあ、僕の個人的な意見を言いますので、それまではね客観的な目線で見てお話ししていくというのがいつも通りの最近の流れになっておりますので、ではまず外観からいきましょうか。はい、まあ外観を見てもらいたいんですけども、まあ、外観というか、まあ、普通にフードがあって、でジップは一つですね、ダブルジップにはなってないので、シングルジップ でこの生地感見てもらって分かりますかね、なんかこうテカテカはしないでしょ、ちょっとマットな感じというか、だからあんまシャカシャカしないんですよね。そんな感じになってて、胸ポケットにまずジップがあって、これがポケット一つあるでしょ。裏側どんな感じになってんの、あ、メッシュになってんのね、メッシュ素材になってて、この両脇の方はどうなってるんだろうね。だいたいソフトしてるのってね、ポケット少ないからそれが嫌なんですけど、これポケットちゃんとあっていいですね。左にもあるし、ほんでもって右にもちゃんとジップ付きのポケットがあるので、合計3箇所ですかね。右、左、前ということで3箇所あると。袖口はどうなってんの？袖口は、あ、ゴムですね。ゴム仕様になってるので、この辺はもう自分のサイズにパチンと入りますよということになってて、これは両方とも同じですね。それ以外にやったら、裾のとこは、これ裾のとこもゴムやね。ゴム仕様になってるので、まあ、ビヨーンと伸びますよと。で、フードのとこもドローコードとかないんで、これギューって調節するっていうよりかは、これもまあゴムですよね。やっぱりメンズはゴムが好きなんだなぁ言ってるんですけど、後ろパッて見ていきましょうか。後ろの方はどうなってるんでしょうか。まあロゴが入ってますよね。でそれで他は特に何もないね。ポケットも何もないということになってるんですけど、ちょっと一回開けてみましょうか。はい、ズドーンと開けてみて、あ、中も同じ生地感ですね。もう裏生地とかは特に貼ってないわ。貼ってないわって誰に言ったの？わからんけど、まあこんな感じですわ。同じような素材。これが裏生地になってて、表の生地も、まあ同じような感じですね。ほんではね、次は特徴に行きたいなと思います。特徴が何かというとですね、このジャケット、マウンテンソフトシェルジャケット、一言言うのは何っていうと、めちゃくちゃ着心地がいい。もうその一言に尽きるんですね。着心地がいい理由っていうのは今から見てもらうんですけど、ちょっと着ますね。まあこないして着るじゃないですか。でまあ着てますと、で、あ、ちょっと上のものを取ろうかなと思った時にやったらですね、こうピヨンってここ伸びてくるし、ほんで綺麗な女性ハグする時なんかもね、ここがヒューって伸びてくるんですよ。だから生地全体がこのビヨンビヨン伸びてる感じ、わかります？ビヨンビヨンビヨンって。だから着てるんですけど、もう着てないのと一緒みたいなね。だからもう T シャツとかロンティーよりも着やすいかもしれんっていうぐらい着心地はまあめちゃくちゃいいんですよね。まあなんでなんか言うとですね、これビヨンビヨン伸びる素材、別名魔法の素材っていうのがあってですね、それがポリウレタンという素材があるんですけど、それがなんと 16% も入ってるんですね。だいたい相場言うたら 5% とかね、まあ、3% とかなんですよ。ユニクロのジーンズ伸びるでしょうって言ったら、あれでもだいたい 5% とかで多いんですけどね、 16% も入ったらそれもビヨンビヨン伸びますせと、まあ、なのでこう着てても着心地がいいというか、こう不快感がないんですよ。引っかかったりするっていうのが全くないんで、まあ後でも言うんですけどね、やっぱスポーツとかされてる方とかやったらこうやって動いたりとかするじゃないですか。これがどういう動きなんかわからんけど、こうやって動いたりした時とかにこう引っかかったりするっていうのがジャケット特有ってあるじゃないですか。
なんか上着邪魔やからちょっと上着脱ぎますわみたいな、キャッチボール行こうぜみたいな、ちょっと待って俺上着着てるから一回上着脱ぐわみたいなことがないんですよね。このまま行っちゃいみたいな。ほんでこれで思いっきり遠投とかしても全然伸びてるから、あの引っかかるとかっていうことはないんですけど、それはまあむちゃくちゃなことしたりしたら破れるんか知らんけども、普通のジャケットとかに比べると、まあ、伸びるんでね、こんな感じでビヨンビヨン伸びてくるんでね、まあ、このね着心地の良さっていうのが多分最大の特徴になってくるとは思うんですけども、ただこのポリウレタン、この魔法の素材っていうのは残念ながら魔法なんで、あのシンデレラもそうですよね、あの12時過ぎたら魔法が解けるのと同じように、このポリウレタンも魔法やからね、長いこと着ていくとね、このビヨーンって伸びて戻ってくるのが戻ってこなくなるんですね。ビヨーンと伸びっぱなし。だからデニムとかでよくあるのが、こうやって膝曲げるでしょ、膝曲げとってピュッと戻したらね、ここもポッコリ残ってる、これもそうですけどね、ポッコリこう浮いてるでしょ、これがもう伸びちゃったっていうことになってるんですけど、膝が伸びるって言ったり、これ肘が伸びるとか言ったりするんですけど、ポリウレタンはあるある。まあだからね、綿100がいいって服好きの人は言ったりするんですけども、まあこういうのはスポーツの時に着るんやからね、あんま綿100じゃなくてもいいかなと思うんですけど、まあその着心地がめちゃくちゃいいですっていうのがこのジャケットの特徴。その次に、まあ、特徴になってくるんかなと思うのが、やっぱりソフトシェルジャケットって言ってね、まあちょっと春とか夏とか秋とかにさって羽織るようなジャケットやから、やっぱ軽いんですよね。だからこうね、着ててもね、そんな疲れるとかっていうのはないんですけど、ただこのソフトシェルジャケット系ってね、軽いやつめちゃくちゃ軽いんですよ。あのフーディニっていうね、パタゴニアのジャケットとかって 100g ぐらい、もう 100g しかないとかっていう、わけわからんぐらい軽いんですけど、これに関しては230なんで、まあ、そんなめちゃくちゃソフトシェルの中で軽いっていうわけではないけども、普通のジャンバーと言われるようなジャケット着てる人から比べると、軽いやないかと、こんな軽いジャケットあったんかいなというふうになると思うので、まあこの軽さっていうのはね、まあ、ソフトシェルジャケットならではのところかなというふうに思います。でちなみにこの購入されてる方のレビュー見たらですね、なんかあのめちゃくちゃいいですと、で特に春とか秋とかめちゃ使えそうです、で冬場やったらインナーとしても使えそうですみたいなことを言ったんですけど、そもそもソフトシェルジャケットってインナーで着るもんじゃないので、それはねちょっとあの違うというか、まあ、服装なんでその人によって、まあ、その人のルールでやったらいいと思うんですけど、もともと作られた用途はアウターとして作られているのでインナーにはならないんですけど、まあ、インナーで着ると言ってる張る方もいらっしゃったんですけど、まあ、それぐらいね軽いからインナーでも着ちゃいたいなと思えるような感じになってるということになってるんですね。ほんで次が撥水の加工があるということになってて、まあ、撥水の加工って何ですって言ったら、例えばこういった水ですよね、水とかがさーっとジャケットに雨が降ったりとか、まあ、アウトドアしてて水が飛んできたりしても、多少の水であれば撥水の加工になってるので弾きますよと。ただ防水ではないんで、ずっと雨に濡らし続けたりするともうびしょびしょになって濡れてくるんですけど、多少の小雨とかやったら弾いたりするんですよっていうのが撥水で、水を弾くということになってるんですね。でもってね、これもねいずれずっと洗濯とかしてたら、これ普通に洗濯できるんですけど、普通に洗濯とかしてたらですね、やっぱりその水を弾く機能が落ちてくるので、そういった時はね僕がよく使ってる撥水のスプレーを使うんですね。これ洗剤タイプもあるんですよ、洗濯機に一緒に入れるタイプもあるんですけど、洗剤タイプはね他の洗濯も一緒に洗われるんですよ。デニムとかあと T シャツとかも一緒に洗われへんけど、普通の洗剤でこれ一緒に T シャツとかとボカーンと洗うじゃないですか。でバーって洗っとって乾いたらスプレーだけピュッ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 って吹きかけてあげれば、簡単にね水が弾いたりするのが復活するっていうのがあるんですけど、まああんま洗剤の方は僕はあんまおすすめしてなくて、やっぱりこの一着のためだけに洗うとかってなったりしたら時間も水代とかももったいないじゃないですか。だからもう洗うのは一緒にバーって洗って、まあ、出来上がってからスプレーピュッピュッってかけたらまた撥水の加工は戻りますよというのがこのジャケットの特徴になってるんですね。本来じゃあデメリットとは言いながら、じゃあこれは特徴は分かったよと、デメリットは何になってくるのというと、やっぱ用途がねこれしっかり名目に作られてて、行動着として作られてるので、アクティブに動く方とか、まあ、登山される方とかそういう方向けに作られてるっていうところもあって、もちろんランニングとかも使えるんですけど、思いっきりシルエットがねスポーツテイストになってるんですよね。今こうどっちかって言ったらファッションってピチピチのギャル王みたいなスタイルはあんましないじゃないですか。サイズ感的に言うと普通、もしくはちょっとゆとりがあるぐらいな感じになってると思うんですけど、結構ねこれはタイトめになってて、僕普段 L サイズ着てるんですけど、これ L 着たらあ結構欲しいなっていう感じでね、細い感じになってるので、まあその辺はちょっとシルエットとしてはどうなんかなとは思うんですけども、まあその分伸びるから窮屈ってことはないんやけども、なんかこう見てる感じがそんなにスタイリッシュさはないというか、その今っぽくはないというかね、待ち着できるなら、だからその待ち着っていう感じではないっていうところと、本日次はこのソフトシェルジャケットって、まあ、大体全部そうなんですけど、僕が今まで購入したアークテリクスのスコーミッシュフーディーで、パタゴニアのフーディニーで、ノースフェイスのスワローテイル、どれも全部収納があるんですよ。だけどこのジャケットに関しては収納がないんですよね。なので特別に収納袋がついてきたりもしてないですし、どっかのポケットにくるくるって入れることも特にないんで、まあほんまにくしゃくしゃにしちゃってカバンの中に入れるみたいな感じなんかなというふうには思うんですけど、まあ、それぐらいこう着たままで動けますよっていうのが多分売りになってるから、あんま収納したりすること考えてないと思うんですけど、まあ、そういった収納とかはないんですよというところになってますね。本日は次はおすすめの人ど
んな人におすすめなのかというと、やっぱさっきもちらっと言ったんですけど、まあ、例えばサッカーしますよと、サッカーでフリーキック蹴るときにこう左手をギュッてまたいでこうバシーンって蹴りたいんですみたいなときなんかもしっかりここが伸びてくれるしね。ほんで土日の草野球のときにパッて上羽織りたいんですって言ったときでもですね、まあ、これで打席に入ればアウトコースのスライダーで逃げていくところをパンとこうライト方向に流すこともできるんじゃないかと思いますし、あと夜飲みに行ったりとかしてね、こうダーツバーとか言ってこうダーツしてるときにね、こんな感じでこうやってるときなんかもこうしっかりビヨン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 伸びてくれるからね、女の子が今日かっこいいあのジャケット伸びるじゃないのってなるかもしれんしね、まあ、そういったスポーツとかこう動くとかっていうところにはもうめちゃくちゃ向いてるんやなというふうには思うので、まあ、そういった用途のジャケットを探してはる方はめちゃくちゃいいと思うんで、 あとまああれですね、それ以外だったら動く仕事で仕事とかでちょっと動くねんっていう方なんかもいいかなというふうに思います。ということで最後サイズに行きたいんですけど、サイズがねさっき言ったみたいに L サイズなんですね。 L サイズを着用してるんですけども、やっぱりねちょっと短いとかこう細いかなという感じはするので、まあ別に無理じゃないっちゃ無理じゃないんですけども、こうゆったり着たい方やったら普段着てるサイズの1個上、僕やったら L サイズよく着るんですけど XL ぐらいでゆったり着たい方はそれでいいやろうし、いやジャストで運動するときに着たいっていう方やったらいつも通りのサイズ感で購入すれば問題ないんかなというふうに思います。ということでね、一応ここまでガソートシェルジャケットの、フーディニの紹介ということになっておりますので、この後は、特典パートに移りたいなと思います。はい、ということでね、まあ最後正直本音言っていこうやということになってるんですけど、僕はね星なんぼっていうのを先言いたいなと思うんですけど、星がね、まあ、2.5 かなと。でちょっと前に紹介したバーサタイルショーツってやつは 4.0 やったんですね。まあこれかなり高評価ですってっていう話したんですけど、まあ 2.5、まあ、そんなにまあめちゃくちゃ悪いわけでもないけどめちゃくちゃいいわけでもないというのが僕の正直な感想になってて、っていうのもなんでかっていうと、これはね完全になんていうんですかね、ジムとかそういうところではめちゃくちゃいいと思うんですよ。運動とかジム行くとかっていう時やったらめちゃくちゃいいけど、僕そういうの今やってないんでね、だから今ちょっとお太りになってるんですけど、まあ、そんなんであんまりこう動くシーンってないんで、そもそも着る機会ほぼないやろうなと思うし、まあ僕これはねレンタルに多分出すと思うので、まあ僕が着なくても誰か着ると思うんですけど、あともう一個気になるのがちょっと着丈ですよね。例えばこうやって着るじゃないですか。でまあヒューって上上げるじゃないですか。でその時にこうやって運動してますと、手をね上にヒューって上げるじゃないですか。その時にねパッてこうやって上に上がったらおへそチラ見してるでしょ。今ちょっとぶっとい。ほんでこれピュッて戻した時もなんかこう上がってる状態って分かります？伸びるから嬉しいんやけども、パッてこう降りてこないんですよね。でもゆとりのあるジャケットとかやったらパッて上上がってもパッて降りるじゃないですか。これをねいちいちこうやって下ろしていかなあかんのがちょっとめんどくさいなとかって思ったりするので、まあ今回はねこういった感じになってるので、まあ、僕の用途では着ることはないだろうということになっております。ただね、まあ、もし今後こう運動していくことがあったりとか、最近ねいろんなこと趣味で始め出してるのでね、まあ、もしかしたらランニングにハマったりするかもしれないんで、その時は着るとは思うんですけども、そんな感じということになっていますね。はい、ということで、本日はですねノースフェイスのマウンテンソフトシェルフーディを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。